広島、島内総太郎投手27が25日、マツダスタジアムでの一軍全体練習に合流した。前半戦は38試合に9円登板して6勝6敗、防御率280。再調整のため、10日に出場選手登録を抹消されていた6年目右腕はリフレッシュを完了させ、26日のヤクルト戦。 神宮で16日ぶりに1軍昇格する見込みだ。チームは首位、巨人に1ゲーム差のリーグ2位。勝負の夏本番へ向け、8回の男が復権を誓った。島内は晴れやかな表情を浮かべ、マツダスタジアムで汗を流した。リフレッシュ完了を強調した上で、勝負の後半戦に向け、意気込みを示した。 前半戦は自分の投球ができない期間が長かった。後半戦はまず、自分の投球ができるように集中していきたい。早く投げたいなという気持ちでいる。復活への思いを強くし、マウンドに向かう。今季は開幕からセットアッパーを任され、38試合で19ホールドを記録した一方、交流戦後のリーグ戦では7試合で3敗するなど制裁をかき、疲れが見えていた。 今月10日にはリフレッシュを兼ねて今季初めて出場選手登録を抹消され、ファーム施設の王の練習場で調整を行ってきた。投げる時に体が一塁側に倒れて、腕の位置も一塁側に寄っていた。いい時はプレートの真ん中に近い位置で腕がリリースできていた。一塁側に倒れることで、シュート回転の球が増えたり、ホップ成分の少ない球で、球の質も良くなかった。